って知ってるよね。小さい時絵本で見たでしょ。でも桃太郎って本当にいたと思う？のび太くんや静香ちゃんたちとタイムマシンで真相を探りに行ったんだけど、そこには恐ろしい鬼が待っていた。僕ドラえもんです。みんな桃太郎って知ってるよね。そう、桃から生まれた桃太郎のことさ。その桃太郎が本当にいたのかどうか、僕とのび太くんはタイムマシンで探しに行くんだ。ジャイアンやスネオ、もちろん静香ちゃんも一緒に。ところがひょんなことからのび太くんが桃太郎に間違えられてしまったんだ。次々と不思議な事件に巻き込まれた僕たちはとうとう鬼ヶ島まで行くことになっちゃった。それからはさあ大変。僕の劇場映画最新作、僕桃太郎のなんなのさ。夏休みまで楽しみに待っててね。